どうも山根です。二度目がありました。見てたやつびっくりです。見てたやつ。多くの皆さんにご視聴いただきました。多くの反響もいただいたと聞いております。BSS 愛の劇場パート2、ご紹介いたします。今日お招きしました BSS 愛の劇場愛たっぷりとお届けのお二人でございます。またやりますか。すいませんね、本当に。いいですか、2回目なんて。2回目、はい、なんか振りではなんか違う人かなと見せかけてまた一緒みたいな感じで、はいはい、また出たっていう感じじゃないですか。あの予想以上に視聴回数が伸びたと、はい、本当にいうふうに聞いておりますんで、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。すべて山根さんのおかげです。いや本当にもうね、もう一回聞かせてもらって。聞こえてたでしょ。なんで2度も言わない。山根さんのおかげだと思います。面白い面白いって大評判でしたから。こういう声が届いていると。かなり届いています。それはなんか嬉しいような恥ずかしいような。いや素直にね喜んで。ああもうこれは全国行っちゃうんだよ。いやありがたい、ありがたいです。本当に素晴らしい。私は言ってみたらちょっと小ぶりの動物園に来てるような気持ち。いやそんなハムスターとかそんなミニ動物園じゃないですから。スタバイパークじゃないですから。そうそう、スタジオですから。ちゃんとやってますから。カメラマンも今日カメラマンもついてます。そうですよ、レベルアップしてますから。この動画うるさいでしょ。いや本当にごめんなさい。いや絞っていただいて。いや今時ない、ない、これ古い。ということでございまして、 BSS 愛の劇場、改めまして自己紹介いただきましょうか。お願いいたします。フリーランスで活動しています田中ゆかりです。よろしくお願いします。個人事業主です。間違いはない。はい、その音、サイン放送報道部じゃないです。警察部、石川です。よろしくお願いします。石川博之です。よろしくお願いします。お願いいたします。そうですよね。はい、およそ1ヶ月前に第1回を放送、はい、配信いたしました。はい、はい、本当に多くの皆さんからリアクションをいただいたということで、ありがたいです。いやありがたいです。本当に来ていただいて。まず第一に、まあ、石川ゆかりさん、はい、田中ゆかりさん、はい、本名石川ゆかりさん。そう、まあ、そう、田中ゆかり。売れない演歌歌手石川ゆかり。ちょっと待ってください。売れない演歌歌手、何も出してないですよ、今日。歌わせてもらえないです。歌わせてもらえないとか、そんな似てますけど、確かに石川ゆかり。あのね、ラジオで、はい、テレビでご活躍でございますけれども、はい、いやありがとうございます。もう一方向こうにいらっしゃる方は、はい、細川たかしさんです。っていう髪型ではないです。違います。おでこはちょっと綺麗なんですけど、え、違います。いや細川たかしさんも素晴らしい髪型です。はい、そりゃそうです。僕は違います。こんなとこ座ってないですから、そんな大御所の方が。はい、もっと緊張しちゃいますから。そうだったら初めて言われましたから。どう返していいかもなかなか。リアクションにも迷いがありますから。いや BSS 気象予報士と。そうです、そういうことです。普段はベレー帽をかぶってますけど。普段はってかテレビ出てる時は。テレビの普段はね、あれ一つなんです。自分のもう髪の毛の一部じゃないわけないじゃん。どんなこんな髪型があるの。だって天気によって色が変わるんですか。しかも天気によって変えてます。違います。3色ありますからね。毎週金曜日、はい、ね、いいタイム並びに、はい、テレポート3位でも、はい、石川ちゃんの、はい、気象予報、はい、石川ちゃん大活躍のコーナーございます。はい、ぜひご覧いただき、ありがとうございます。石川ちゃんの天気予報、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、はい、そうなんですよ。ということでございまして、はい、この2人と共に愛の劇場を進めていくんですけど、ありがとうございます。前回のお悩み、もしまだね、あの第1話ご覧になってない方ご覧いただき、2人が直してほしいことというのが、はい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 、そうでした。そうでした。はい、はい、石川ちゃんが書いたのが、裸で歩き回るということです。身の毛もよだつけた。いや本当にそんなことが起きるんでしょうかっていうね。そんな目見開いてくれる。怖い話。怖い話を聞かされましたけど、ね、いや、ちょっとした癖です。ちょっと癖です、ね、いや、はい、癖じゃないです。あれはよろしくないですね。パンをかじったまま裸で歩いてる。そうです。パンをかじながら裸で歩き回る。いや、
治ってないです。治ってない。全然問題ですね。全然治ってない。そうなんですか。全然治ってない。これは癖ですかね、もう長年の。長年の癖。いやどうでしょうか、ね。まあ、生活の時短ですかね。なるほど、時短と呼ぶのか。早めに履いてもらいたいもん。いやそれで、ま、いや本当に困ってるのが、それするじゃないですか。治らないじゃないですか。子供もし始めるんですよ、これ。ああ。よろしくないですね。本当に影響が出ているようで、お子さんが12人増えてる、増えてる、第1回の時から増えてるじゃないですか。結婚12人で12人、いやいや、すごいペース1年に1人、そういう、じゃあ3人、はい、3人マネージャー始めるとやるんですよ、そういうのちょっとね、よろしくないかもしれませんね、全然治す気ない、いや、治す気はあるんですけどね、はい、ちょっと治ってないみたいです。まあ、しょうがないです。これは何ですか、コガネムシかなんか。いや、コガネムシ。コガネムシ。羽じゃないですよ、これおしゃれです。こういう袖、スリーブ。あー、はい、袖。はい、おしゃれかなと思って選んだんですけど、どうですか、これ。どうですか。いや、初めて言われたんじゃない。いや、パタパタってするんじゃないです。そんな昆虫キラーの昆虫キラー、昆虫が逃げていっちゃうという感じで、今日はね、昆虫キラーって、どうですか、石川ちゃんの、まあ、悩みというか、直してほしい点というのがありましたよね。そうですね、あの家の床に、はい、U の形、アルファベット U の形の毛がたくさん落ちているという悩みを書いてましたけど、っていうか、直さないでしょ、それは。私、ちょっと間違いがありましたね。何でしょう。U じゃなくて、C でした。C。いや、我々の調査によると J じゃない。どれでもいいですよ。危ない。どうでもいいですよ、そこ。U でも C でも J でもどうでもいいですよ。そこ関係ない。どうやって調査したんですか、まず。そう調査も違う。調査もおかしいです。なるほど。まだ落ちてます、ね。なるほどね。まあそういうことでございまして、はい、まあお二方はですね、今日せっかくご出演の第2弾でございます。第1弾と同じことをやっていても、ああ、まあそうですか。ということでございまして、はい、ちょっと私ですね、あの我々、BSS の制作部のみんなが愛用しているノートをちょっと持ってきまして、二人も知り得ないちょっとノートを持ってきました。ちょっと、なんすかそれ。なんすかそれ、聞いてないですよ、それ。なんなんすか、愛用、いや、何のノートですか。ノートの表紙。ノートの表紙。いや、聞いて、みんなが使ってます、みんなが使ってます。見たことない。いや、見たことない。みんなが愛用。社内でですか。社内でみんなが使ってます。使ってる。いろんなメモ書き。何なんすか、これ。あれでしょ。何なんすか、これ。なんかスタンプみたいですよね。そうですよね。これは社員全員が、まあ、あの LINE グループを作ってますんで、みんながスタンプをこれを押すんです。スタンプやったんかい。まあ、明日の天気どうでしょうということで、石川ちゃんの一言で。言ってください。いや、晴れるでしょ。ほら、同じ顔じゃない。いや、同じ顔じゃない。びっくりするぐらい。いや、おかしい。本人の知らないところで作ってる。いや、そう、いや、だからこんな知らないですもん、こんな。いや、写真はどっかからの流用ですよ。流用ですよ、これ。みんな使ってますよ、これ。お待ちください。はい。あと、美味しいものを食べた時はこちら、これ。いや、子供が3人おりまんねん。言ったことないです。どのタイミングでこのスタンプ使うんですか。いや、そうそう。子供が3人おりまんねん。おりまんねんとか言わないでしょ、なかなか。関西人でも今あまり言わないでしょ。言わないまんねんは。そうですか。言わない。これ我々が使っているスタンプなので、もし好評いただいて、今日視聴数がね、例えば3000超えるようでしたら、すぐに販売します。本当ですか。使い方がわからないでしょ。おいくらで。これは1スタンプ200円です。高いな。ということでございます。まあ、ノートですね、まだまだ。こんなノート初めて見ましたよ。スタンプとしても活用させてもらっています。活用できないでしょう。石川さんの日々の仕事ですけれども、話が変わる。気象予報士ということで、本当に毎朝、ツイッターなどご覧でしょうか。ありがとう。毎日のように今日の天気図を読み解いて、こういう予報で3、1、4、こういったお天気になるでしょう。あの情報が非常に役に立つと。ありがとうございます。2、3聞いています。2、3! 少ないの。指2つでたね。少ないですね。数えるやつじゃない。2、3ね。2、3。非常に。部内だけじゃないの。ぜひチェックしていただきたい。お願いします。いや、ありがたい。その他にも気象予報だけではなくて、実は生卵番並びに E タイムの制作スタッフとしての日々、
日々活躍しています。ありがとうございます。ぜひあの街で石川ちゃんを見かける姿もあるかと思います。その時はベレー帽かぶってないと。かぶってたらおかしいですから、はい、ね、テレビ出演の時だ。前任が実は報道部から制作部に移動しました、はい、ね、まあ、覚えることもいっぱいかもしれませんが、ね、日々頑張って、はい、ありがとうございます。山根先輩にね、いろいろ教えていただいて。いや、そんな先輩だなんて。いやいやいや、全然態度が先輩じゃない。いやいやいや、そんなことない。そんな石川ちゃんの生卵版、はい、ロケ時の奇跡の一枚というのが我々の共通ノートに書かれております。いや、共通ノートよかったら見ていきましょうか。奇跡から山根さんこの達筆ぶりは山根さんの字です。そうですか、そうですか、本当に素晴らしい日和の日、あの、まあ、青空さんさんと降り注ぐ日差しの下でこんな一枚が撮れました。いやいやいや、これほんまに隠し撮りじゃないですか。隠し撮りじゃないですか。本当に隠し、これ本当に 撮ってるじゃないですか。よかったらまたスタンプ。いやいや、おかしいでしょ。こんだけスタンプ、こんだけスタンプということでございますね。いやいや、どうですか、その後あの第1回の放送配信の後、家庭内で何か会話が変わったり変化があったり、こんな反応したりとかありました。あの子供があの動画を見て爆笑してました、うん、はい、山根さんに。あ、そう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 、あ、そう。一番笑ったのが、子供は8人っていう感じ。本当だ、増えてるがな。増えてるから嬉しいですね。いやー、山根さんのファンですから。あ、そうそう、そうなんですか。はい、うちの子みんな、はい、ぜひぜひ新たなね、あのこう年齢層にも私のことを分かっていただきたいという思いもあるんですが、何しろこのコーナー、あなた方2人が主役で。いや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 、そんな、そんな、この仲睦まじく12年間歩んできた夫婦生活っていうのは振り返ってみるとどうですか。あ、でもあっという間だよね。そうですね、うん、家族が2人から5人になって、うん、あ、そうだね、大丈夫、そうそうそう、あっという間ですね。あっという間本当、あっという間、子供の成長も早いですし、なんかこの夫婦円満の秘訣が、私ですよ、私が見るに、はい、多分記念日をとても大事にしてるんじゃないかなと。ああ、そうそうそう、すごくね、やっぱりね、うん、あの、あ、イベントとかはね、ちゃんとしようねみたいな感じで、ね、うん、近いところで言うとどういったイベントか。最近は7月1日長男の誕生日だったんですけれども、はいはい、まあパーティーをして、あとプレゼントをこう2人で選んだんですけど、はい、リクエスト、うん、で決めたのが、学校でも使っている Chromebook っていう、なんかまあノートパソコンのような、はい、ものなんですけど、はい、それをプレゼントして、それをきっかけにまた夫と長男でタイピング対決をして、うん、あ、やったね、はい、盛り上がってっていうのも、うん、はい、誕生日のいいきっかけだったなと思います。うん、あ、今盛り上がってます。うん、まあ、そういうね、お祝いをしたい、うん、お祝いはね、ちゃんとやろうねっていうこと。はい、こっちがね、うん、そういうのをちゃんとやろう。ゆかりさんの方が。いや、誕生日の飾り付けとかね、張り切ってやってしまうんですけどね。それでちょっと家族に迷惑かけたりしてますけどね。どういうこと？迷惑かけた？いやいや、だから夜中の2時ぐらいから飾り付け始めるんですむちゃくちゃ怖いですよ、だからいやいや、だからみんなが寝てる時にガタガタ、ゴトゴトっつってゴコンゴコンっつってなんか、そうそう、なんか壁とか、なんか叩く音がする、ペンペンペンっていろんなものを貼り付けたり、はい、椅子から転げ落ちたり、はい、いろいろね、天井の方に貼り付けたり。夜中2時ですよ、はい、思い立つんですよ、ギリギリなんで、私いつも、それで、はい、起きたら出来上がってる、そうそうそう、ハッピーバースデーっつって、で、できた反応はもう、あの、寝坊で見られないんですよおかしいでしょ、ちゃんと計画的にやれよ、前もってができない性格なので、急に思い立って、本当に素晴らしい、まあ、これぞ家庭円満、夫婦円満の秘訣じゃないかなと。いやお楽しみクイズコーナー展開早いですね。だってこんな作ってるクイズコーナーでございます。クイズなんですね。非常に簡単でございます。単純も書いてあります、見てください。デデデンダーン、え、何これ、何これ、え、これ答えていい、答え、ね、問題にするにもボケすぎて画像が荒すぎません。私は荒いけど、ちょっと分かりませんよね。ちょっと分からないですね、これ。これだけじゃね、ぼやけてますしね、本当にぼやけてる。これでどうかな、でだだい全体図、あ、これは見たことある。いや、てか、これ、え、答えていいですか、これって。まあ、分からないですよね、だって。分かんないですよね。いや、分からないですよね。ちょっと待ってください、これ。見当つかないですよ。あ、はい、
いやシンキングタイムそこまで。いや始まってんそれ。皆さんお分かりでしょうか。こちらでございますけどもね。正解は小学6年生の頃の。いや正解そういや確かにそうなんですけど。小学生。小学6年生ですね。っていうかこれね、はい、僕も持ってない写真で。これどこから入手したの？いや本当に。何なんだ。ある情報筋から。いやおかしい。怖っ。写真でございます。めっちゃ怖い本当に。はい、いや本当だ、何これ、いや本当持ってないこれ。どうですか奥さん。いやいや今の石川さんとこう比べてみて、はい、当時の石川さん。ヒゲが全くない。いやこれあれどこかよ。ツルツルっぽい、触りたいですね。今はもう痛いですね。いやいや、ちょっと何でしょ。触ってみますか。いやいや結構でございます。一回触ってみてください。いやいや、つまみれですから。今度大根おろし。いやいや、できないで。鬼おろし。鬼おろし。いやいや、鬼おろし。言ってる場合ってもらおう。ということで、正解は石川博康さん。いや、これ聞いてるわ。これどっから手に入れたんですか。答えさせてもらえないクイズコーナー。変わりなしですね。変わりないです。ヒゲがない以外は変わりないかも。もう出来上がってる。素敵な情報を本当にたくさん視聴者の方からもいただいておりますので。はい、そうですか。はい、石川ちゃん頑張ってなんてね、同級生の方も多くいらっしゃるですね。昨日もちょっとメールを送ったラジオ番組中に、あ、そうそうそう、石川ちゃんへのメッセージを届きましたので嬉しいです。嬉しいですね。山根さんのおかげですよ。本当に早いもので第2弾の最終エンディングがやってまいりました。本当ですか。早い。今何分、結構、はい、もう結構回りましたね。本当に、はい、これノーカットでまたお伝えする。ノーカットなんですかこれ。はい、まずいこと言ってないです。大丈夫、今とも大丈夫ですか。お気づきの通り手元にありますフリップとマジックは使いません。何を書くんだろうなと思って、心の通りはしてたんですけど、これ何のためですかこれ、飾りか。これはうるさいでしょう。うるさいですよね。いやいやいや、はい、このリアクション芸で。いやいや、芸じゃないです。頑張って普通にやってますので。はい、はい、いや第2弾でありがとうございます。はい、そして、また違うね、BSS で愛を育んでいらっしゃる夫婦もいるんですけども、そうですね、非常に出にくいということ。いや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 、そんなことはないと思う。出にくいという、この2人の後は出たくない。いやいや、ちょっと待って、声もすると思う。10分、いやいやいや、はい、いや出ればいいじゃない。もう出にくい。大変長らくお付き合いいただいた愛の劇場、今日が最終話でございます。もうこれで終了なんですね。他の方にもね、またぜひどこかでお会いしたいと思います。ありがとうございました。ごきげんよう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あ、それです、それです、それお願いします。